お父さん。なんだい？なんでもない。私、頑張ったんだよ。お父さん、頑張って上手になって、本当にグライダーを操縦したんだよ。ああ。何百メートルも高いところに上がって、それで、すごく楽しかったんだよ。楽しいことなら、また見つかる。もっと安全な遊びが。グライダーで飛ぶ楽しさは他じゃ変えられないんだよ。ほら、見えてきたぞ、あの橋が。お願い、お父さん。小鳥。辛いだろうけれど、それは今だけだ。向こうで暮らせば、きっとすぐ忘れられる。友達だって向こうでまたできるさ。お父さん、止めて。え？なんだって？バカを言うな。こんなところで一体どうして。お父さん。
君、大丈夫か？それを言うために追いかけてきたのか。言ったはずです。これは私たち家族の問題だと。それを知っていてまだそんなことを。こうしてその間違いを正し、また元の家族に戻ろうとしているんじゃないか。それは本当のことだ。あなたにだって分かっているでしょう。小鳥が普通の人のように何かをするのがどれほど大変か。
小鳥が身に余るほどの目標を叶えようとした時、どれほどの困難が待っているか。きっと傷つき苦しみ大きな挫折を味わうに決まっている。何?